10月15日土曜日、あなたへ感謝、明日へつなごう、いなべの真心をテーマに、第8回いなべ市民感謝祭が開かれました。地域にある企業や団体が日頃の活動を紹介し、市民の皆さんにその取り組みについて知ってもらえるこの市民感謝祭。いなべ市障害者活動支援センター前の駐車場では様々なブースがあり、早くから多くの来場者が詰めかけにぎわいました。中には社会福祉協議会介護支援課の香り袋や押し花を使ったコースター作り、三重県救急医療情報センターのプラバン作り体験があり、子どもたちは夢中になって楽しんでいました。この他にも家族みんなが楽しめるさまざまな体験コーナーが設けられ、吹き矢などに挑戦する子もいました。さらにバザーや雑貨、特産品などを販売するブースもあり、それらを買い求める人の姿が見られました。また日赤いなべ市地域奉仕団の皆さんが、非常時でもお湯さえあれば温かいご飯が炊けるハイゼックスという特殊な袋を紹介していました。その炊きたてのご飯でカレーを食べていた子どもは、熱々でとても美味しいと感想を話していました。この日、会場を明るい雰囲気にしたのは、軽快な音楽を奏でながら登場したエジソン・ディキシーバンドです。500曲以上あるレパートリーの中から、会場の雰囲気に合った曲を演奏して、訪れた人を楽しませていました。この演奏を聴いていた人は、とても陽気で見ていて幸せな気分になりますと話し、ゆっくりとした時間を過ごしながら、いなべ市民感謝祭を十分に満喫していました。